い、どうもおきくです。今日の企画は今話題の和歌山南陵高校男子バスケ部に入部してみた。はい、どうも、青キックスフープスの青キックスです。今回は6人で全国大会出場する和歌山南陵高校の潜入にやってきました。この和歌山南陵高校は僕個人的にも2年前お邪魔させてもらって、デイビッドとか他にもいいプレイヤーがたくさんいて全国大会に出場した学校です。この和歌山南陵高校は2020年にこのバスケットボール部が創部されて全国大会にたくさん出ていくんですけども、創部直後から学校の経営不振で先生たちがストライキっていうのを起こして、給料未払いなんで授業に来ません、学校で働きませんっていうような、学校内でねたくさん問題があって、ニュースにも取り上げられるぐらいの規模のね出来事があったんですけど、それでバスケ部の子たちも今3年生しかいません。この高校3年生たちは入学当初46人いたそうです。ただ学校のそういうストライキとか経営不振、そして寮もあるんですけど、その寮も、まあ、電気がつかなくなったりとか、お湯が出なくなったりとか、水漏れがすごかったりとか、寮で出てくるご飯も育ち盛りの高校生なのに菓子パン1つの時もあったりとか、小さい唐揚げが2個の時とかもあったりとか、すごい苦しい思いをしてきた3年生だそうです。そんなこともありながら、入学当初この3年生は46人入学したんですけども、今現在残ってるのは6人です。この6人が和歌山県のインターハイ予選を見事ね1位で優勝して、今年福岡で行われるインターハイに出場するんですけども、6人で全国大会、たとえね確かにいい留学生が日本人がいるけども、6人で全国大会に出場するっていうドラマ漫画のような出来事があるので、先生から2年前みたいにもう一回撮影来てくれませんかっていう風に、先輩の和中先生、全然僕より先輩なんですけど、そういう風にね熱い連絡をいただいたので、南陵ってめちゃめちゃ偏僻なところというか、かなり行きづらいところ、大阪からも3時間半とか4時間とかかかるような、すごく立地のねあんまり良くないところにもあるんですけど、そんな関係ないと、もう行きますという風に言って来ました。それが今回和歌山南陵高校取材です。6人でどんな練習をしてるのか、5対5の練習ができないし、4対4の練習もできないんで、その中でどうやって県1位になったのか、普段練習をどんな感じで行ってるのか、ここをね取材も含めて選手のインタビューも含めていろいろ撮影していけたらなと思います。ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。そしてインターハイ前にこの動画出すと思うんですけど、そういったこともねいろいろこの動画を見て南陵を応援してくれたら、僕もこの撮影したことにねものすごく意義を感じるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで行ってきます。これはスキル練習、スキルワークっていう風な練習メニューで呼んでたんですけど、1対1のシチュエーションだったりピックを使うイメージのシチュエーションから、いろんな種類のフィニッシュドリルの練習です。なかなかディフェンスをつけながらとかが、人数が少ないので
できない中、一人一人が一対一のイメージをしながらフィニッシュ練習してる感じになります。これは何をクリアするやつですか？これ2分間で2分間で5箇所、はい、まあ、これ今2ポイントやってるんですけど、はい、2ポイントは10本あったんです、はい、なんで合計50本、2分で50本。このシューティングメニュー2分のメニューはクリアするまでやるっぽいです。今日全然終わりませんって言ってたんで、クリアするまでずっとやるような、もうひたすらシュートを打ち込むメニューです。やっぱ人数が少ないんで、いかに1回のオフェンスの得点効率を上げるしかないっていうような、40分間ずっと走り切ることはできないので、特に夏で高校生の大会でってなったら、しかも全国大会なかなかね日程が続く中で、もう本当にシュートの確率パーセント、そこに少ない人数でフォーカスしてるような今雰囲気です。はい、現地から青キックスレポートです。監督ともちょっと高校バスケ界のあるある調査していこうと思います。思ったんですけど、留学生でとっさの時にオウとかシットとか出てこなくて、ヤバとかなんでって出てくる留学生、もう日本人説イディすごないですか？日本もめちゃめちゃ上手。ペロッペロっすよね。前にデイビッドって、はい、デイビッドの、あの日本語ができたけど、はい、それよりもできる。だってとっさヤバとかなんであれなんでとか普通に言うから、もう日本人やんそれはイディ、え、頭いいんすか？いや、頭いい。え、何語がいけるんですか、イディは？英語。アイデリアのなんか母国語。はいはい、なんかありますね、はい。と、日本語。日本語と。すごい、イディ、面白い。多分いいやつ。めちゃくちゃいいやつっぽいもんだって。性格もめちゃくちゃいい。え、これもあるあるじゃないですか。日本語上手いやつ、大体いいやつ。日本人とコミュニケーションを取ろうとしてくれるから、溶け込もうとするじゃないですか。
良くないやつっていうか、すごいわがままだったり言うこと聞かないやつって日本語覚えようとしない、全部わかりませんって言ってごまかすっていう、引きこもりみたいな。そうこれ多分留学生あるあるです。多分ね、はい。今知った、見てハーフのとこやばい、ここ多分これ全員ロゴ3っていうか、まずノーマル3が多分ロゴ3で、富永くんがもしいたら多分逆サイドフリースローから多分打てると思う、3ポイント近すぎるっていうぐらい近すぎる。まあコートもね、なんだかんだこうあるんですけど、こんな2面チック一応ありつつもリングが2しかない体育館の環境です。しかもリングもですね、まあ留学生がまあデイビッドとか今アリとかいるんですけど、プレッシャーリリースがついてないんで、いつリングが壊れるか分かりません。3つ壊した、3つリング壊れてるらしいです、すでに。こう。ダンクリングじゃないんで、バネが入ってないんですよ。だから、3つぐらい、留学生がもう行っちゃってるそうです。はい、まあ、そりゃ行くよね、ダンクしたら。ピッキングの体操。はい、次は5分間今フォーメーションの確認してます。試合前ってこともあるんで、ね、あんまりこう撮影を今しないようにしてますけど、5人の、オフェンスの動き、この辺はほぼ取らずに次のメニューからまた撮影していきたいと思います。何がすごいって先生がタイマーやってます。マネージャーとかじゃなくて、マネージャーいないっす。フライングすな。フリースロー3本打って落とした本数分走ります。しんどい、しんどい、暑すぎ、手やばい、手汗問題、手汗やばい。何シューティングって言いました？5本連続。あ、5本連続。そしたらもう交代。あー、はいはいはい、5本連続が終わり、はい、まあ、5本連続決めたら決めたら、おー、クリア。
入るやん。そのままどんどん点数が離されていくだけだと思うから、そこでやっぱ立て直す力っていうのを練習から身につけていかないと、インターハイとかインターカップで出せないと思うから、しっかり練習からみんなで声かけ合って、練習のムードが悪くならないように声かけ合ってしっかり頑張っていきましょう。よし、いいか。やっぱいいプレーも悪いプレーも普段の練習が大事な試合に出ると思うから、先生もユージも言ったけど、こういう雰囲気でやってるのが試合に出たらやっぱインターハイ勝てへんと思うから、しっかり普段の練習からいいムードでやれるようにそういうのも作ってやっていこう。練習試合久々やし、俺ら普段で対人できやんから、一個一個練習試合大事やし、まあ、人生学園でやれるわけやから、まあ、しっかり準備して明日頑張っていきましょう。よし、ワンスリー。はい、ということで、6人で全国大会で挑む和歌山なみの選手一人一人に、まあ、いろいろ今までのね、この3年間の出来事とかとんでもないエピソードがたくさんあると思うんで、本当に一人一人に全国大会前のこの大事な時間をもらっていろいろインタビューしていきたいと思います。入学直後に学校の問題なんかストライキ、夏休み終わった頃にはもう7人でした。この6人で勝ち上がっていきたいです。あ、それやるしかない、やるしかない。やめるって選択肢ももちろん中にはあった。まあ、自分もその一員として最後まで頑張りたいなと思って残りました。うわー、ミスったー。いやいや、お前はやめさせないと。5人切らなかったらバスケできるんで、6人でも勝ち切って、先生、青キックス来ないんすかみたいな。分かった、じゃあちょっと連絡してみるわ。いや、ずる。6人が5人とか5人4人だったらもう練習じゃできないので。